のこの青信号の道路規制、これ法律的な根拠全くないですからね。ないことを警察がこの平和なデモ活動をしている最中で、こうも法律をないがしろにして警察機動法の根拠にも基づく行為をして青信号を横断させない。これはね、もし安倍さんの目指す戦争のできる国、そういう方向に大きく舵を切れば、どんどん私たちのこういう行動は、どんどん私たちの発言は制約をされていくのは、もう今この横断歩道を渡る渡らないだけでも火を見るより明らかだと私は思っております。海を渡ったわけですけれど、結局は戦争で命を落として、私の父はどこでどう死んだかも分かりません。私は今父の顔は知りませんけれど、父やそれからもうずっと前に亡くなった母や、それから手紙をくださった遺稿を書いたそのおじさんの話を聞きたくて仕方がありません。おじさん、お母さん、お父さん、今の日本はあなたたちが若かった頃と同じじゃない？きっとそうだと言うと思います。そして絶対に同じ道を歩くなと言うと思います。皆さん、何があっても戦争への道を歩くのはやめましょう。平和の道を進みましょう。頑張りましょう。この戦後の安保防衛政策の根本的な転換になる今回の閣議決定について、わずか1日で説明ができるものかどうか。安倍首相はこの間外国に頻繁に出かけて、外国では一生懸命説明をしている。しかしこの国内ではほとんど説明せず、明日と明後日わずか1日やると言っているわけです。私たちはこうしたアリバイ作りのような安倍政権の明日明後日の閉会中審査に抗議をする、こういう行動をしております。安倍はやめろ、安倍はやめろ、会見やめろ、会見やめろ、今すぐ撤回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 。